アレクサンダー・ボルカノフスキーは、オーストラリアの男性総合格闘家。ニューサウスウェールズ州、シェルハーバー出身。シティキックボクシング、タイガー・ムエタイ。フリースタイル・ファイティング・ジム所属。現 UFC 世界フェザー級王者。UFC パウンド・フォー、パウンドランキング3位。オーストラリア出身者初の UFC 世界王者。アレックス・ボルカノフスキーとも表記される。 マケドニア人の父とギリシャ人の母の間に生まれた。幼少期からレスリングを始め、12歳の頃にはオーストラリア王者に輝いたが、14歳からはラグビーに転校し、ニューサウスウェールズ州のグループ7ラグビーリーグに所属するワリラレックサウス、ゴリラズのフロントローとして活躍した。少年時代からペーパービューを購入したり、VHS をレンタルして、 UFC 観戦をしており、2011年からコンディション管理のために総合格闘技を始めたことが、きっかけでラグビーを辞めて格闘家になることを決意し、2012年にプロ総合格闘技デビューした。2015年6月14日、AFC13 の AFC フェザー級タイトルマッチで王者ジェームズ・ビショップと対戦し、1R にパウンドで TK を勝ち。 王座獲得に成功した。2015年12月4日、PXC50 の PXC フェザー級タイトルマッチで王者、八千祐介と対戦し、4R に三角締めで一本勝ち、王座獲得に成功した。2016年5月19日、AFC15 の AFC フェザー級タイトルマッチで挑戦者、ジェイミー・ムラーキーと対戦し、1R に右フックで小勝ち。 王座の初防衛に成功した。2016年11月26日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、ウィッタカー VS、ブランソンで、カスヤユースケと対戦し、2R に、パウンドで TKO 勝ち。2017年6月11日、UFC ファイトナイト、ルイス VS、ハントで、広田水仁と対戦。1R に、右フックでダウンを奪い。 全局面で圧倒し続けて3から0の判定勝ち。2017年11月19日 UFC ファイトナイトバードゥーム VS タイブラでチェーン・ヤングと対戦し3から0の判定勝ち。当初はジェレミー・ケネディと対戦する予定だったがケネディの負傷により対戦相手がウンベルト・バンデナイに変更され、さらに後日バンデナイも負傷欠場することになり、 大会直前にオファーを受けたヤングと150ポンドのキャッチウェイトで対戦した。2018年7月14日、UFC ファイトナイト、ドス、サントス VS、岩ワノフ,でフェザー級ランキング10位のダレー・エルキンスと対戦。1R に右フックで2度のダウンを奪い、3から0の判定勝ち。2018年12月29日。 UFC232 でフェザー級ランキング5位のチャド・メンデスと対戦。2R に左フックでダウンを奪われたもののすぐに立て直して右フックで西子勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2019年5月11日 UFC237 でフェザー級ランキング1位の元 UFC 世界フェザー級王者ジョゼ・アルドと対戦。 スピーディーな打撃とクリンチの攻防で優位に立ち、3から0の判定勝ち。UFC 世界王座獲得2019年12月14日、UFC245 の UFC 世界フェザー級、タイトルマッチで王者マックス・ホロウェイに挑戦。鋭いパンチとローキックを的確に当て続けて、3から0の 5R 判定勝ち。UFC 世界ミドル級王者のロバート・ウィテカーに次ぐ。 オーストラリア人史上二人目となる UFC 王座獲得に成功した。2020年7月11日、UFC251 の UFC 世界フェザー級タイトルマッチでフェザー級ランキング1位の挑戦者、マックス・ホロウェイとダイレクトリマッチを行い、2から1位の 5R 判定勝ち、王座の初防衛に成功した。2021年3月27日、 UFC u f c 二百六十の UFC 世界フェザー級タイトルマッチでフェザー級ランキング二位の挑戦者ブライアン・オルテガと対戦予定であったがボルカノフスキーが大会一週間前に新型コロナウイルスに感染したため中止となった二千二十一年四月二日約二年半ぶりに放送が再開されたリアリティ番組ザ・アルティメット・ファイターのシーズン二十九でブライアン・オルテガとともに それぞれのチームのコーチを務めた。2021年9月25日、UFC266 の UFC 世界フェザー級、タイトルマッチで、フェザー級ランキング2位の挑戦者、ブライアン・オルテガと対戦。3R にギロチンチョークと三角締めを極められる、ピンチをしのぎ、スタンド、グラウンドともに終始優勢に立って3から0の5、R 判定勝ち。度目の座防衛に成功し、 ファイトオブザナイトを受賞した、強烈なローキックとフック系のパンチ、そして、それをつなげるコンビネーションと鋭いカウンターを得意としている。また、身長1 6 8トルと小柄ながら1 8 1トルの長いリーチと、ラグビーで培った強靭なフィジカルを持ち、テイクダウンからのグラウンドパウンドの能力にも優れている。さらに、 手数を休めることなく、フルラウンドを戦い抜く、無人像のスタミナと、ダウンを奪われてもすぐに立て直すリカバリー能力を持つ。ありがとうございます。